ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は女子大生 DJ 川島直美について触れてまいります。名古屋出身の川島直美は青山学院大学入学と同時にミス DJ リクエストパレード火曜日のパーソナリティに抜擢されます。川島直美は女子大生ブームの火付け役となります。1982年中京テレビ制作お笑い漫画道場のレギュラーとなります。お笑いタレント顔負けのトーク力と漫画家顔負けのイラスト力で一躍お茶の間の人気者となります。女子大生 DJ のイメージをなかなか払拭できなかった川島でしたが、1993年ヌード写真集を出すことで一気にその壁を突き破ることができました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は女子大生 DJ 川島直美について触れてまいりました。